この馬の展示をアメリカからもたくさんのファンが待っていたと思います。 Ladies and gentlemen, thank you for waiting. This is California Chrome. ということでカリフォルニアクロームの登場です。昨年は展示会を欠席してしまったので皆様へのご紹介が長い間できずにおりましたが、大変お待たせいたしました。本日は満を持して皆様の前に登場しております。たくさんの方々にご心配をおかけしましたが、昨年の種付けシーズンを順調にこなし143頭の牝馬に交配していただきました。種付けもものすごく上手で無駄な動きがなく、種母馬として超のつくほどの優等生であります。さて、日本での初年度産駒が誕生し始めているということでありますが、どの馬も均衡の取れた、そして手先が軽くて走りそうな馬がどんどん誕生しております。ではプロフィールをご紹介します。父はラッキープルピット、母はラブザチェイス、母の父ノットフォーラブの10歳です。種付け料は受胎条件の400万円ですが、早い段階で満口とさせていただいております。種付けご希望の方は事務局までお問い合わせください。競争成績はアメリカと UAE で27戦16勝、アメリカ年度代表馬に選ばれること2回、ケンタッキーダービー、プリークネスステークス、ドバイワールドカップなど G1 レースを7勝挙げています。カリフォルニアクロームはアートシャーマン厩舎からデビュー、気象面での成長を遂げた2歳戦の後半から圧勝の連続、プリークネスステークスまでの快進撃が始まります。3歳時は2冠の他にサンタアニタダービー、ハリウッドダービーの G1 を制しています。特筆すべきはこのハリウッドダービーが芝の G1 レースであることです。ケンタッキーダービー馬が同じ年の芝 G1 を勝ったのはセクレタリアとしか他におらず、世界の競馬史上2頭しかおりません。文句なしの3歳チャンプに選ばれ、1回目の年度代表馬にも選ばれます。明けて4歳児は怪我などを思ったようにレースができませんでしたが、傷も癒えて5歳になると UAE へ2度目の遠征、ドバイワールドカップをメイダン競馬場のコースレコードで快勝、見事前年2着の屈辱シックとオーサムアゲインステークスの主要 G1 を連勝します。ブリーダーズカップクラシックでは3歳馬アロゲートとの歴史に残るマッチレースの末、半馬身だけ先着を許しましたが、3番手以下を10馬身以上離した内容は負けてなお強し、この年のコボ馬チャンピオンに選ばれ2回目の年度代表馬にも返り咲きました。父のラッキープルピットといえばその名の通り AP インディ系プルピットの産駒です。プルピットといえばアメリカのチャンピオンサイヤータピットの父でもあります。母系はファミリーナンバー A4 族でケンタッキーダービー馬スワップスやカウアイキング、ナダルの母系祖母であるアーチ、米2歳牝馬チャンピオンのアルセアなど、競争成績だけでなく繁殖馬としても実績を残す名馬が多数出るファミリーです。5大血統表を見ますと、カリフォルニアクロームは名品ナンバーアカウントの牝馬クロス 4×4 を持っており、大物を出す可能性さえ含んでおります。またヘールトゥーリーズを持ちませんので、サンデー系の血脈を持つ牝馬に交配しやすいのも大きなポイントです。アメリカの初年度産駒は昨年デビューを迎えました。トレーニングセールでも降格取引馬が出るなど、仕上がりの速さは問題なく、これまですでに15頭が勝ち上がり、中でもシーラという牝馬は昨年2歳の G1 フリゼットステークスで3着に入着するなど、これからの活躍が期待されます。カリフォルニアクローム種付けをご希望の方はぜひ事務局までお問い合わせください。
Thank you very much. ありがとうございました。